柳谷はじめごとは、大阪府茨城市出身の落語家。本名、武田圭語。落語協会所属。出林、雨の五郎1967年6月28日、京都府に生まれ、大阪府茨城市で育つ。1988年5月に十代目、柳谷子三時に入門し、柳谷啓介。1992年5月。 林や太平とともにに詰め昇進し、三代目、横目安けべを襲名。当初は、台所期襲名を希望していたが、大師匠五代目、柳屋子さんに、横目安けべの名を与えられた。1994年、国立演芸場花形演芸会金賞受賞。2001年に日韓非設落語会努力賞受賞。九月には、竜花金太夫、入選帝、大治 三遊亭白鳥、柳屋三太郎、三遊亭一万窓、林家菊姫、柳屋三太郎、古今亭春菊、金原亭、バーソぶとともに、新内昇進、柳屋はじめごとと改名。2003年、劇団下町、ダニーローズの旗揚げに参加し、2009年まで在籍。2011年3月に、第2回落語協会大喜利を選手権優勝。 2011年10月、東日本大震災直後の福島県いわき市による農作物放射線物質測定結果を公表する見せます。いわき情報局の特別委員に任命され、林家彦丸、柳谷小太郎、春風亭翔太郎とともに野菜の美味しさと安全性を届ける PR 活動に活躍した。二つ目のスケベ時代。 立川男子と落語のピンというテレビ番組で共演し挨拶をするとお前か横目やスケベを継いだのはでかした俺はその名前が大好きなんだよく継ぎ上がったなとも機嫌でベタ褒めだったがで誰の弟子なんだ小三地です何一瞬で機嫌が悪くなったありがとうございます